皆さんこんにちは、古川光です。今回はなでしこリーグで活躍されて、その後海外の女子サッカーリーグで活躍をされていた福丸智子さんと小田環奈さんにお越しいただきました。イエイ、よろしくお願いします。こちらが福丸さんと小田さんですね。それぞれ あだ名とかあるんですか？丸って呼ばれます。じゃあ僕も丸さんと呼ばせてもらいます。かんちゃん、ね、かんちゃんありがとうございます。じゃあかんちゃんに行かせていただきたいと思います。今回はですね、まずなでしこリーグで活躍されて、そこからこう海外のサッカーに挑戦されてきたわけですけど、特にですね、海外での経験だとか、それと日本の女子サッカーも比較してみてね、いろんな気づきとかあったと思うんで、そのあたりをメインにですね、お話をお聞きしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そもそもちょっと最初の話になっちゃうんですけど、サッカーはいつぐらいからやられてたんですか？お二人。私は3歳です。まるちゃんは3歳からやられていた。はい、すごいですね。私は4歳かな。4歳。なんでサッカーだったんですか？幼稚園のサッカースクールみたいなのがあって、はい、そこでボールを蹴り始めて楽しいって思ったのが始まりのきっかけです。あ、そこから順調にもうずっと上手いというか、すごい人だったんですか？すごい人ではないですけど、ずっとサッカーを続けて、もう今29なので、うん、27年間ずっと続けてます。おー、ずっとサッカー、はい、もうブレずに、はい、すごいな。かんちゃんもそうですか？私は5つ上の兄の影響で、はい、兄がサッカーやってたので、はい、それにいつもついていってて、うん、ボール蹴ったら悲しくて、でもまだ幼稚園だったので入れなかったんですね、チームに。ああ、そうかそうか、はい、私女の子だしっていうので断られたけど、うん、コーチに直談判しに行って。コーチから気合入ってるんですね。女の子だけど幼稚園生だけど、はい、チームに入れてくれってお願いして、特別に入れてもらいました、はい、おお、すごいな。もう直談判しちゃうんですかね。ダメと言われたらやらせろ。そうです。それがね、やっぱりね、一流ですよ、ね、本当そう思います。でそこからまあ少女2人がこう、ね、ずっと女子サッカーで頑張っていって、いざなでしこリーグになるっていう時のきっかけってどんなことですか？大学 その進路を迷ってる時に、日テレベレーザっていう、もう日本一のチーム、名門ですね、うん、名門のチームに練習参加させてもらって、うん、そこで当時の監督、テラさんっていうんですけど、テラさんに、もう何でもやるので、ここで頑張りたいですって言って。ここでも直談判。すごい、推しの強い人たちなんですね。出てもらいます。で、かんちゃんはどうなったんですか？私は中学校か高校の時に、はい、当時なでしこリーグ、 L リーグって言われてたんですけど、うん、L リーグの試合を見て、ここで絶対やりたい、将来はここでやるって思って、高校卒業の時に一度なでしこリーグのチームに受けに行ったんですけど、その時に落ちて、はい、でもう選択肢が大学進学しかなかったので、大学でもっとレベルアップして4年後必ずなでしこリーグ行こうってずっと思ってて、その大学4年生の時に伊賀 FC くのいちっていうチームの練習参加に行かしてもらって、そこで合格っていう形になって、そこに入団なんて加入することになりました。まあ入団でいいじゃないですかね。入部、まあ入団ですよね。その時の契約ってどういう感じなんですか？まあ、例えば、まあ、入れてくれ、よし、うちに来いってなるじゃないですか。ただっていうわけでもないしね、ボランティアでサッカーやるわけでもないし、どういう話をされてるんですか？まず働く場所です、ね。はい、まあ、日テレベレードだったら、当時スポンサーのスーパースポーツゼビオ。あ、ゼビオ、はい、僕も時々楽天で T シャツ買ったりしますよ。ナイキとかね、はい。そこがスポンサーで一つあったんですけど、そこの店舗で働く、はい、うん、へぇ、サッカーをする。それは日テレだから東京なんですか？そうです、玉栄店です。玉栄店。何市ですか、玉栄店？玉市、玉市かな。あ、そうなんですね。コストコの隣にある。ああ、はいはいはい、コストコありますね。南大沢とか、そうです、あっちの方ですね、はい、なるほどなるほど。それで働きながら どんな感じになるんですか？朝10時ぐらいだったかな、店舗に行って、4時ぐらいまで働いて、うん、その後6時から練習。ああ、で労働時間はちょっと短めなんですね。そうです、ね、でそこから練習、はい、で毎日練習、はい、試合はどれくらいのペースなんですか？週1です。週1、なるほどなるほど、はい。まあ、そこに出れる人もいれば出れない人もいるっていう感じですね。かんちゃんはどんな感じだったんですか？は、伊賀は、エクセリーっていう大きい会社がもう一つついてて、うん、まあ、伊賀の選手は全員エクセリーで仕事をするんですね、うん、でそれぞれ働く部署っていうのはフロントに一
人にこう振り分けられてるんで、はい、私はジムだったんですけど、工場、こういう安全メガネして安全靴履いて工場で働いてる選手もいたり、うん、それぞれで時間帯は8時半から2時半まで勤務して3時から練習っていう形でした。あ、大体何時ぐらいまで練習なんですか？6時ぐらいか。あ、3時間ぐらいか。でやっぱり週1ぐらい試合があって、でレギュラーになれた人は出るしという感じですね。なるほど。やっぱりなでしこリーグの人は働きながらの人がやっぱ多いんですかね？そうですね。岡山の時はすごい地域密着だったんで、うん、スポンサーがいっぱいついてて、なんで仕事する内容もみんなバラバラで、岡山温泉街だったんですけど、はい、湯の方温泉、そのホテルで働く子とかは朝5時半出勤で、うん、朝食バイキングをお手伝いして12時まで勤務の子とかいたり、はい、うん、私は病院だったんですけどまたすごいですね病院病院で朝8時から2時半ぐらいまで人間ドックの受付してました、うん、マジですか、すごい受付番号1番の方とか言ってやってますね、マジか、まあ、そういうことなんですね。じゃあ例えばそのチームに入ってたらこの会社で働くって決まってるわけでもなく、スポンサーがいっぱいあればそのスポンサーのうちのどこかにこう振り分けられると。どうやって決めるんですかね、まあ、なんとなくなんですかね、スポンサー側がこの人がいいなとかやっぱあるんですかね。どうなんですかね、それはあんま聞いたことないかも。そう、なるほどね。まあとりあえず行けと言われたら行くと農協で働いてる子もいたし、はい、車屋さんもいたし、はい、いろいろありました、業種は。なるほどな。そうやって頑張りながらこう好きなサッカーをどんどんやってたわけですもんね。でその中で活躍して、いわゆるなでしこの日本代表とか選ばれる人は選ばれる。世代別は経験されたんですよね。はい。すごいですよね。その時、有名な選手とか誰か同年代とか同じチームにいました？同年代で言うと、93年生まれは結構有名な人が多くて、うん、横山久美とか、あ、はいはい、猶本光とか、はい、中田あゆとか、評価甘い、田中陽子とか。3年か、はい、若くてピチピチしてますね。いいですね。でその子たちはやっぱり、まあ、その A 代表というかトップの代表になる人もいればそのままなれない人もいてっていう感じですね。あれどうやって選考されるんですか？いきなり電話かかってくるんですか？いやなんか言うやっちゃいないよみたいな言う来ちゃいないよ来ちゃいないよっていや違う、普段のなでしこリーグの試合とかをこの代表監督とかが見に来てて、うん、いい選手選出して、みたいな感じで、まあ、その人の構想に合う人をこう選んでいくと、はい、監督から電話かかってくるんですか、それともチームに行ったり？チームに書類が届きます。どんな書類なんですか？勇気ちゃいないよって書いてあるんですけど違いますね。ちゃんとして何月何日から何月何日までそのチーム所属の何々選手を代表合宿に、あと日程表と誰が選ばれてるかのメンバー表と。なるほど。それ来るとやっぱりこうスポンサーの人たちも喜んでくれますもんね。そうですね。伊賀の時は、ビッグボーイで夜ご飯食べてる時にステーキ屋さん、ハンバーグ屋さん、ハンバーグ屋さん、ハンバーグ屋さん、フロントの方から電話があって、はい、おめでとう。いやー、それ嬉しいな。ハンバーグ1個おまけがついてきたり。いや、それはそれはなかったなるほど、ないそうです、すいません世代別はやっぱりこう他の国の人たちと試合をしたりするわけですよね、はい、どうでした海外チーム、その時初めてですか海外の選手と触れ合ったの？小学生の時にアメリカに遠征に行ったことがあって、はい、すごいな。その時に初めて外国人の選手とやったんですけど、うん、リーチが長いし、足も長いしね、背負差も高いし、その違いにいつもだったらかわせるフェイントが足ポンって伸ばされたら取られちゃうああ。背も高いしね。どこの国が一番印象的でした代表戦？でもその小学生の時のアメリカが私には衝撃的すぎて、その時135センチしか身長がなかったんですけど。135センチ、まあ小学生ですからね。でも多分その当時アメリカでは160とか普通にあると思って、なんだこれみたいな。その時小学生の時だったら本当に宇宙人みたいな感覚ですよねちなみに僕小6の最後の身体検査142センチでした、ちっちゃかったんですよ、まあ、どうでもいい話なんですけどすいません意外で、まあ、中学校のグーンと伸びて、ね、170ぐらい伸びたので、もうオスグッドがきつくてきつくて膝あるある。そうなんです。
ね、まあ、すいませんどうでもいい話ですけどでそこから海外のチームに行かれたわけですけど、どういうきっかけというかどういう流れだったんですか？きっかけは海外に行きたいって思って自分のプレー集みたいなのを作って、プレー集、はい、いいところだけをカットして、いいところだけを集める、はい、おうおうっていうのを海外 の、 そのエージェントにお願いして、そのエージェントの方がその海外のチームに映像を見せてくれて、でそのチームがの監督が2人が一緒に欲しいって言ってもらって、おセットで、はい、でそれでオファーがかかって そこで話がいろいろ進んで行くことになりました、うん。お二人じゃあ同時にお話来て、お二人の間で話したわけですよね、きっと。そうですね。どんな話したんですか？なんか話来たよみたいな。なんか一緒のチームに行くなんて思ってもなかったですし、うん、それぞれ違うチームで対戦できたらいいねぐらいで話してたのが、うん、まさかセットで欲しいって言ってくれるとは思ってもなかったんで、本当、うん、一緒にできるよみたいな。ああね、嬉しいですよね。その時にもう迷いもなかったんですか？迷いなかったですね。もう行くよ、はい、言われてからどれくらいの間で結局行ったんですか、準備とか。1ヶ月なかったね。やばい、ね、1ヶ月なかったと思う。1ヶ月ない、お忙しいですよ。2週間ぐらいじゃない、2週間の間ぐらいでポンポンポンって決まった感じです。それあの今の契約というか一応働いてる職場もあったわけじゃないですか。それにこう話して どんな感じだったんですか？辞めるときは、うん、そのチームを退団する、うん、決めてから動き始めたんで、うん、チームを退団するイコールスポンサー その働いてる会社も辞めなきゃいけなくて、うん、その時にはチームも決まってなかったですし、あ、そう、先に辞めてたんですね。海外に行くこともまだ決まってなくて、うん、なんで何もとりあえずチームは離れます、お世話になりましたっていう感じで離れて、その後に決まったんで報告しに行ったらみんな驚いてました。え、日本で遺跡じゃないの？本当だよ、まさかの。そしてオーストラリアまさかのですよね。その時に何かこう支度金とか契約金みたいなそういう話もあったんですか？ないね、うん、ない、とりあえず来いみたいな。あ、一応なんかこっち男子の J リーグとかは年俸みたいな感じだと思うんですけど、うん、向こうは1試合いくらっていう契約で、うん、はい、その金額を提示されて、うん、あと契約書が PDF 何十枚に来て、うん、でも全部英語なんでよく分からず、そうですよね。でもその代理人の方がすごいいい条件での契約で、こんなんまれだよっていうふうに言ってくださったので行きます。もう自腹でとりあえず最初は行くんですか？交通費とか。で、あとはもう試合 その契約に応じて支払われるよと。じゃあ逆を言えば試合に出なかったらずっと受けてないよ。その場合どうしたらいいんだろうみたいな不安とか全然なかったです。全然なかった。さすがですよ。さすがですよ。しかもなんなら海外ですからね、言っても日本じゃないし、当時英語は全然喋れない。全然喋れない。いやこれですよ。これが本気ってやつですよね。いや本当に僕も会社経営していろいろやってるんですけど、そこのこうリスクを取れるかってすごく大事ですよね。なかなかそこが怖いとか不安だとかで動き出せない人ってやっぱりいて、でチャンス逃しちゃう人多いですからね。ここはすごいね、肝据わってますよね。すごいよな。で、まあ、向こうの生活はどうでした？それで行ってみて。最初はもう何言われてるのかも全然わかる、まず言葉の壁、もう英語わかんない、はい、あったっていうのと、でも生活はものすごく楽しかったです。それはどういうところが？海が近くて、はい、海に行ったらすごい綺麗なお兄さんお姉さんたちがいたり、うん、なんかもうなんだろうなんだろう、なんかもう外国にもう名前負け。あまあまあもういわゆる非現実的というか普段の日本と違いますもんね。そうですね、気づきがすごく毎日毎日気づきが多かったっていうのがなんかまあ一番大きかった。この人体も大きいですしね、オーストラリアと。ずっと同じチームですよね。そうです。なんか家借りる時とかはどういう？最初その代理人の方の家に2日間ぐらい寝させて、ホームステイみたいな。そうです、はい、その間に自分たちで家を決める。言葉わかんないので、はい、気合が違いますよ。それどうやって探すんですか？ネットで言葉わかんないけど、はい、まあ、写真はあるし、はい、金額はなんとかオーストラリアの5ドルだって書いてあると。これって日本円でいくらみたいな話になりましたよね。でアプリをゲットして、
でどのぐらいなのかっていうのを日本円とそのドルと、うん、チェンジするやつ、はい、円換算するやつですね。そうです、それ使いながらどのぐらいだとは言って、そこも2人で話し合って、 でそれを一緒に住んだんですか、それとも別々のお部屋。一緒の部屋。あ、一緒の部屋。一緒の、はい、なるほど、まあ、一緒の方がいいですよね。なんか結構向こうにいる人たちはシェアハウスっていうんですか、うん、が普通で、どこに行ってもシェアハウスの中で生活するっていう感じでしたね、うん、結構大きいお部屋なんですか。そうです、うん、何部屋かあって、うん、でリビングはシェアしてとかいう感じです、うん、お二人で住んでるのはどんなお部屋だったんですか。高層ビルの15階に住んでたんですよ。すごいですね、タワマン。いきなりいきなりですよ、もう自腹で行ってまだ試合始まる前に気合が違いますよやっぱり。そこはインド人の人の家で、はい、そのインド人と日本人女性のカップルが住んでる家の一室を貸し出してるっていうパターンだったんですね。おー、じゃあ玄関とかは一緒。一緒です。そうです。でリビングも共有、はい、例えば 3LDK のなんか一部屋を借りたんで、それで、まあ、言葉も何も分かんないので日本人がいるっていうのが心強くて、まあ、確かにね、それは確かに。でオーストラリアのアパートとかマンションは大体プール付き、うん、ジム付きが普通なので、そこもついてるのが、うん、まあ、いいなと思って、リカバリーもできるし、確かに運動もできるし、うん、でその日本人がいるっていうのでそこにしました。なるほど、よくわかんねえインド人もいるけど、まあ日本人がいるから。いろんなスパイス持ってましたけど、最初ちょっとねスパイスの匂いで苦しんだ。確かにそれありそうだよな。日本人のおかげで、まあ、いろいろこう現地のことを教えてもらいたいね。それすごい良かったですね。でそこ住んで練習は毎日ですか。週4、はい、あ、週4。試合は週1です。週1で2日休み。そうです。あ、結構休みあるんですね。その時は他に仕事は特にしなかった、していた。英語の勉強がしたくてやってました、うん、バイトみたいな感じで。なるほど、まあ、よくワーホリで行く人とかねいますけど、どんなアルバイトをやるんですか。私は日本食レストランで。あ、よくなんか日本食レストランか、なんか車のなんか洗車か畑で働くかみたいなね、なんかよくワーホリの人を言ってますけど、日本食レストランとラーメン屋さんです。やっぱ日本食英語の勉強しながら。それは週2回だけ働いてるんですか。ほぼ毎日バラバラでした。週2の時もあれば、うん、週3行く日もあったし、それも練習のこう合間合間で働きながら。それだけね、好きなことやるための情熱というかね、すごいですよね。なんかこう好きなことやろうっていう最近の風潮あるじゃないですか。好きなことでこうね、うん、やろう。その中でこう好きなことやるためには やりたくないことも当然やんなきゃいけないよっていうのもありますよね、うん、偉いな。でそこで、まあ、1試合をやってって勝った負けた勝った負けた、そこもまあリーグになってるわけですもんね、はい、年間通じて、まあ、優勝とかっていうのもあるわけですよね、はい、最初1年目どんな感じだったんですか。1年目は8位かな。おお、それは何チームぐらい。10チーム中。おお、まあ、まあまあですね2人でどうにかできる話じゃないですからね。試合はまあ順調に出れたんですか。はい、フル出場。フル出場、だいぶ動きでももらえたんじゃないですか。ありがたいです。ありがたいです。いやそうね、もう本当にプロらしいになりましたね1試合フル出場して、そこでこうなでしこの、ね、リーグも経験されて海外も経験されたと思うんですけど、どうですか違いというか。まあ、違いをものすごく感じますね。やっぱりオーストラリアのメディアの見せ方とか、毎試合 YouTube 配信あるんですけど、それに解説がついてて、全試合それフルで90分。そうです。があったりとか、プロ意識というか、うん、なんかその環境によって選手が持つ意識がちょっと、うん、高い、うん、プロ意識があるっていうのはすごく感じたことでした。おお、そこもメディアを活用したりエンターテインメント性というか、盛り上げていくファンサービスというか、そういうのがあったと思うんですよね。そうです。なんか例えば1週間のうちで、うん、試合があったベストゴールみたいな何個かピックアップして、はい、それを Facebook にリーグが載せて、はい、投票みたいな感じでやって、今週のベストゴールはこれでしたみたいなとか、あとなんか審判が票を入れるんですね試合後に。その試合をしてる中で90分戦った中で両チームで一番良かった選手に3ポイント、うん、2番目に良かった選手に2
1ポイント、3番目に受かった選手に1ポイント、うん、それを全試合、全リーグで行ってて、うん、それをリーグが終わった最後の表彰式でポイント制で、うん、それを一番ポイントが高かった人がリーグの MVP。こういう取り組みをすることによって選手もポイント欲しいから主審に対するリスペクト、うん、結構文句言っちゃう選手も、まあ、いるのはいるんですけど、そういう部分も改善されたり、うん、なんかもう取り組みが面白いなってすごい感じました。確かにあの男性でもそのヨーロッパの方のサッカーだとそれこそあのベストゴールとかをね YouTube でまとめて流したりとかやるけど、日本だと確かに全然ないんですよね。なんでですか？なんでやんないんですか？やってほしいです。そうですよね。言っちゃうとあれですけど、それこそ有名な日テレブレイザーだったら、まあ日テレじゃないですか、 なんかやんないですか？メディア活用みたいな。うん、ないようでございます。すみません。なるほどな。でもそうやっていかないと、こうメディアに露出していかないと、ファンっていうのが獲得できないじゃないですか。プロモーションしていかないと。それをまあオーストラリアとかやってるけど、日本は全然やってないってことですよね。まあ、そうやってんのかな。少ないですね。試合テレビで放映されたりとかは時々。一部リーグは結構あったと思います。もうなんかスポーツバーとか行ったら常に、うん。女子サッカーの試合があったり、うん、男子サッカーだったりとか、うん、そういう環境でした。女子サッカーはオーストラリアは結構盛んなんですね。盛り上がってるんですか？ですかね。日本に比べるとどうですか？どうだろう、どうなんだろう、日本と比べるとどうなんだろうな。でもなんか結構バーとかでお酒飲みながら観戦するみたいな感じの文化がやっぱ違うのかなとは思います。スポーツバーみたいなやつですかね。なんかもう日常にスポーツがあるみたいな感じ。なるほど。まあ、日本でもあの男子も、まあ、女子もそうだけど、ワールドカップの時だけはスポーツバーで盛り上がりますけどね、うん、あれがまあ日常的なんですかね。そうやってファンがたくさん増えれば当然スポンサーもつくし、スポンサーがつけばお給料も出るし環境も良くなります、ね、なるほど。そこに違いはあるんですね。はい、前半ではお二人が海外の女子サッカーに挑戦をして、その時の心境などをお話しいただきました。後半はさらに深掘って海外のサッカー、そしてこれからの展望や夢なんかもお話しいただきたいと思います。ぜひ後半もご覧ください。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。